じゃあまあソウルオリエンス行きたいと思います。はい、ソウルオリエンスは前頭シナジャー S とさせていただいておりましたね。で、前走センタイド記念がね、直線で大外分回しの強烈が大きい競馬だって、で、完璧にね、立ち回った、レーベンスティールですね。めっちゃ強かったレーベンスティールに対して 0.3 秒差の2着なので、まあ負けても強しと言える内容だったと思います。で、前々走日本ダービーは2着に敗れたんですが、勝ち馬のタステイラー、とはですね、まあ位置取りの差だけでね、タステイラーに力負けしていると、評価、力負けはしていないと評価できる内容だったと思います。で、高い瞬発力、オリエンスありますので、はい、直線がね、長くなる京都のね、外回りっていうのはいいかなと、全然巻き返しあるなというふうに思いますね。で、お父さんはね、菊花賞馬の北三ブラックですし、母父はね、モティベーターなので、21年菊花賞タイトルホルダーと全く同じ配合なので、距離延長もね、不安はないかなと、ケット面からも思いますし、まあ、スムーズな競馬ができれば、勝つ能力はね、当然あるかなということで、うん、S にさせてはもらいました。はい。で、距離不安はね、相対的に見ればないですし、能力も高いので、まあ、14番でもね、まあ、うん、では思うんですが、やっぱり欲を言えばね、足を溜めることができてね、道中足を溜めたいと思いますので、内枠のが欲を言えばよかったんですが、うん、中山成績はね、ソロレースいいんですけど、まあ、外回り向きの馬だと思いますので、ここ2年ですね、ここ2年。ここ2年のようにですね、菊花賞が阪神内回りであれば、ソウルオリエンス B でタスティを S とか、ぐらいにしてたんですけど、まあ、今回京都の外回りなので、そこが逆転したというようなイメージですね。まあ、輸送を無事にクリアしてくれればいいかなというふうな印象はありますね。